きっちり決めていきました。一味勝ったり、いい時間帯での得点になりましたよね、はい、非常にゲームとしては拮抗したゲームではあったと思うんですよね。中に入って伊藤、スペースで藤原が受けた、前が空いたか、クロスが来る、シュート、谷口決まりました。取ってほしい人、まあ、難しいボールだとは思うんですけどね、下がりながらうまくコースつきましたね。丁寧に合わせていきました、はい、谷口のゴール。フリーキック、そしてコーナー連続して2本目、アウトスイングのボール、真ん中でフリーヘディング、まあ、次は何してくるんだっていうようなね、岡山のコーナーキック、いろんなこうパターンがあって、まあ、バイス選手なんかがね今入る。先制は右からのコーナー仕上げた本山。さあ川野のボール、これまたいいボールが入ってきた、柳が来た、2人がしながらファーサイドに流れた柳選手がね、頭をこう出してボールに当てに行きましたね。ターゲットを見るか、下から行きます、平松ワンタッチ、レフティーコンビのワンタッチが入りました。長峰、ここも下、シャープな判定、林、選択肢がいくつもある中でね、お互いの効果、さあいい形で奪った、理想的、チアゴ・アウベス、チアゴ・アウベス使った、ームーク、決定機、ムークのシュート、非常に左足の丁寧なパスでしたし、まあ、シュートも本山縦パス入れる、チアゴ反転、ハンイゴン裏狙い、ハンイゴン見た、ハンイゴン抜けてのハンイゴンのシュート、ここからチアゴ選手がね降りていくんで、足元受けてターンして、そのまま走り込んだハンイゴン選手に丁寧なパスを出して、チアゴアウベス決め切りました、さすがのストライカー。軸足滑らせて失敗していますからね、まあ、その反省もねしっかりこう改善できましたね。ここから伊藤俊へ、伊藤俊から裏抜け出していって、ここを剥がして新井、ナイス、ここはそのまま、最後オンゴールの形ですかね、最後千田が触っていました。これはもういい攻めだから仕方がないですよね、はい、はい、新井が弾いたところ、そのフィニッシュの精度、この場面はどうか、千田落としたボール突き刺しました、よくすらしましたね、そのよくすらしたボール、最後押し込んだのは川原、直接来ました、それが吸い込まれました、熊本勝ち越し、問題ないし、ボールの落ち方も素晴らしいし、はい、いやこれはちょっと洗いもちょっと難しいですね、はい、壁を越えて、最後若さ池田です、池田長いボール入れる、頭で落として、ハンダのシュートが決まりました、はい、終わりですか。そして半田の同点ゴールが決まったところでホイッスルが鳴りましたね。早く始めてテラトーレポスト、加藤入ってきた、加藤狙ったか、入りました、ゴール、山田拓海選手がスタートしてデラトールが胸で落とす、まあ、これをもう想像してた加藤選手、まあ、得意ではない右足を振った、可愛いシュート、早めに入れてチアゴだ、追加点、山田、沼田選手の背中をうまくチアゴ選手は取って、で、まあ、シュートテクニックとしてはしっかり叩きつけるので、田口選手として小西、自分でクロスいった野田か、3点目山形、あとはもう野田選手が待っている空間にボールを送り込むだけでした。野田選手もタイミング的に左、小西です、鈴木、鈴木自分でいった、入りました、ゴールで、こうやって首振ることで相手が注意が散漫になるので、自分の前が空いたら当然打ちますよね。大橋がついていく、前田から安藤を狙う、安藤落として、吉島戻った、こぼれたところに井里、うまい、
三里、いやこれですね、ここでしっかりといいところにポジションしましたから、ニアでそらしてフリーになって、いいダイレクトシュート、素晴らしい、ミトホーリーホック追加点、シャープに振り切りましたから大振りもせず、ここしっかりと落ちるところポイントを抑えて、西久保クロスファーでレオンソー、ブアニカ押し込んだ、千葉先制です。早かったですし、目の前にこれ相手がこうプレッシャーかけて平岡が来たんですけど怖がらず叩いた、まあ、これで少しキープをして一気に縦ミキに入る、さあチャンスだ、千葉ミキ、キーパー1対1、ミキ転がしてゴール、タッチがうまくはまって最初右足で持っといて、ちょっとわざと駆け引きして左足のインサイドでちょっとすくってるんですよね。中央に選手が多く集まっています。ドカボニクエス、平もいます。速いボール、平、これ、まあ、このボールの質、速、まあ、いボールでちょうど中央のところ曲がって落ちてくるボールです、まあ、素晴らしいゴールだったと思います。あっというか虫がチャンスだ、すぐに取り返した、すごくシンプルじゃないですか、これもう長いボール1本ですよね。でそこに対してしっかりサウロミネーロが競ってセカンドボール反応して伊坂善意思いっきりインセプトで、さあ奪ったチャンスだった、さあ加藤が前に出ている、関を追い越して角度がないがどうする、右足でいくか、もう一度切り返して右足のシュート、ここでオフサイドもないですし落ち着いてかわして、まあ、ちょっと外に行って角度回ってヘナン選手のカバーもあったのでやり直しましたけど、右か左か、手には当てましたがしっかりとねじ込みました、池上上司、山口すぐさま同点です。 PK の重要度っていうのが分かってたと思うんで、ただなかなかスタート切らなかったので、はい、吉岡そして田中航が前線へ、ここに走ってきている右足シュートだー、シュートのところは落ち着いてましたよね。最後の最後にこの硬かった硬かった、なんか野村の方を使って、これうまいですね、野村ね、野村からおっと藤本だ、折り返しサムエル叩きつけましたね。ここでまずボールを失わないところと、このためからのスルーパスですよね、これが絶妙でしたね、まあ、相手の太田がかなりスピードを持ってきたんですが、そして野村この辺り仕掛けるコース変わって渡辺、まあ、ここの野村の仕掛け非常にこう上手かったですし、このクロスがリフレクションのボールがちょうど渡辺の前、そしてこの井上のスピードだ、井上、野村から速いボール、サムエル違う方向飛んでしまいますけど、少し体をひねりながら後ろに倒して薄く当てて、うん、さあ尾長のロングスローが入ってきます、シュートにと決まった奥山、落ち際ですね、はい、どうでしょうね、ショートバウンドをしてるんですかね、ダイレクトですかね、モレラトから松田、ワンタッチ松田、もう一度マスター右足、ファインセーブ変わった、もう一度マスター、そして押し込んだ、まあ、ここで切り返したところの落ち着きと、まあ、しっかり5分ボールに対して戻ってましたけども、最後その執念ですよね、岩手の方の執念が上回ったっていうところのゴール、あ変化した、面白いヘディングシュート、栃木先制点、ワンタッチのクロスけどすごくいいボールでしたし、逆サイドのところで完璧に自分のマークをグティエレスが外すと言いますかね、エジガルジュニオから、あここは浮かせたところですが、米田に出ればマイナスのパス入っていった、打席同点になってしまいました。こういうところですね、はい、まあ、しかし予測できない、また澤田からの攻撃になります、サイドを追い抜かしていくところですね、中にボールが入ってきてシュートだー、綺麗な形でしたよね、い
矢野が三国の前にいる形。中央ファウルグティエレス2点目同点。ソロカウンターでそのままゴールまで持っていけるのはクリスティアーノの持ち味。クリスティアーノどこで行くか、どこで行くか、行った。ペナルティーボックスの中に侵入させない手でディフェンスもアプローチには行っているんですよね。しかしそんなのお構いなしでぶち抜きましたね。